ホットクックは加熱中に自動でかき混ぜているというところがポイントです。加熱中にかき混ぜることによって食材に均一に調味料が浸透しますので、見た目も味も美味しく仕上がります。じゃがいもの仕上がりを見ていただくと分かると思うのですが、混ぜない場合は上の方の食材に調味料が浸透していないので白っぽくなっています。一方ホットクックを使って混ぜた場合には調味料が均一にムラなく浸透していることが分かります。圧力鍋は短時間で食材の中まで火を通すことができますが、食材の組織を破壊してしまうので野菜を加熱した時に煮崩れてしまったり肉がバラバラになってしまうということも起こり得ます。一方ホットクックはゆっくり加熱することによってほったらかしでも食材の旨味を引き出してより美味しく調理することが可能です。またホットクックは加熱中に圧力鍋と違って蓋を開けて中を確認できるというところもいいですね。ホットクックで無水調理をすると特にカレーやスープなどは肉や野菜から出た食材の旨味が味わいの一つとなってさらに美味しく感じることができると思います。学生にアンケートを取ったところ、ホットクックの方がより旨味を感じられて美味しいという回答を得ました。ホットクックの方が甘みと旨味が強くて美味しかったです。お肉と野菜の旨味がすごいギュッと詰まっててコクがあって美味しかったです。混ぜ技調理のホットクック、私もおすすめします。